ハルシメジは別名シメジも土器とも呼ばれ、一本シメジ属に属するキノコ。エンテローマクリピートム、クンマーの学名が当てられることが多いが、実際には様々な性質を持つものがハルシメジの呼び名で呼ばれており、和名、ルシメジはエンテローマクリピートムを含めた春にバラ科の樹下に発生する一本シメジ属のキノコの総称といえる。将来は学名の変更も、 十分に考えられる。主に春、桜、梅などのバラ科植物の樹下に散る、タバセあるいは群生する。傘は、灰褐色からネズミ色で、計5から10センチメートル。ヒダは初め白色から、胞子の成熟に伴って、短色色肉色へ変化する。柄は、白色で5から15センチメートル。外見的特徴はしばしば、クソウラベニタケや 一本しめじをはじめとする同族の毒菌とよく似るが、春にバラか樹下に発生するという生態的特徴による判別が可能であるため、食用菌として広く知られている。春しめじはバラかの樹下に発生するが、その樹種によって大きく二つのグループに分けられるとされる。一つは梅や桃の樹下に発生するタイプのもので、傘がネズミ色でかすり、 模様を表し、飛球水性。変炎は波打ち反り返ることも多く、しばしばひだに、赤変性が見られる。もう一方は桜や野茨に発生するもので、こちらは、傘が褐色を帯球水性を示し、草裏べに竹刀の同族菌とよく似た形質となる。後者のものは、具合役油による青変性が確認されていることから、エンテローマクリピートムの記載と一致せず、これが、春しめじが、 複数種の総称とする根拠となっている。なお、春しめじがバラか樹下に発生するのは菌根による強制を行っているためであるが、近年これが他の菌根菌と異なる特徴を持つことを示すとする研究がある。食用ではあるが、発生地で農薬が使用されている場合、キノコの内部に蓄積する恐れがある。春しめじ、野生キノコの世界遮断、ありがとうございます。